森長義は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名。本生は源氏。家系は、生は源氏の一家系、川内源氏の同僚、源義家の六つを、吉高を外する森氏。父は森義成。兄に森義高、弟に森成都志ら。受領名は武蔵守。永六元年、森義成の次男として生まれる。 元気元年に、父、吉成が戦死し、長兄の吉高も同年に戦死していたため、わずか13歳で家督を継いで、織田信長に仕え、信長より一時配慮し、活動長吉を名乗った。元気三年12月には、橋場秀吉、庭長秀、花は直政らと共に発給文書に連書しており、15歳にして、すでに他の重臣らと同じように活動している様子が、 伺える。元気4年3月、第二次長島一行一騎攻めに、織田信忠の舞台に参加して、ウ陣ジン。稲葉義道、関成正らと共に、一騎勢に突撃をかけ、森家では、鏡岩章などが功を挙げ、信長よりその働きを称された。同年の牧登場の戦いでは、老後の家臣を、出し抜き先陣を切って宇治川を渡るも、 木内はすでにほとんどもぬけの殻であり、巧妙とはならなかった。翌天正2年には、第三次長島一行一期攻めで、長島城の寄せ手に参加し、関成政と共に打って出てきた一期軍を敗走させた。また、信忠軍と一期が川を挟んで退治した際には、船で溶かして切り込み、一期勢27人を打ち果たすなど優れた武勇を見せた。 以後は信忠配下の寄木武将として、長篠の戦い、美濃岩村城攻め、越中国進攻、摂津石山本願寺攻め、三木合戦などに参加し武功を挙げている。また、天正5年頃から内政にも参加するようになり、地元の県山城周辺の発展のために、間近を流れる木曽川を生かしての商業を重視し、河口の整備、金山の城下町の区画整理、 六歳市の開催などを行っている。また内陸部で入手の難しい会業、塩の販売需要を見込んで、千倍制を敷き、地元商人に千倍特権を与える見返りとして、税収を得た。この千倍制は、効果があったようで森江が実を去った後も、商人たちが、終わり藩の身の代官に長吉の書状を持って、制度の存続を求めると、終わり藩では、 千倍ではなかった魚と塩の千倍を特例として認めさせ、明治に至るまでこの制度は存続した。天正十年の公衆政抜においては、段忠政と共に先方部隊の将として抜擢。忠政と長吉は2月6日に木曽口より、品濃国の武田領へと進行し、14日には松尾城の小笠原信峰を降伏させ、飯田城の星名正直も改装。 15日には逃げる、正直の部隊を追撃し数十機を打ち取る活躍を見せる。西名森信の守備する、高藤城攻めでは信忠率いる本隊を待ち合流。月、倉山を登り本隊とは別行動で、動き、高藤城に押し寄せると森隊は、三の丸の屋根に登り、板を引き剥がし城内へ、鉄砲の一斉車を加え陥落させ、さらにそこから、 本丸方面の高登城の守備兵を射撃し多くの敵を倒す。また、本丸の制圧においても自ら槍を取って戦い、手に傷を負うも構わず、城兵を突き倒すなど奮闘する。しかしながら、本体到着前に段と共に二度の軍機犯を犯しており、このことは信長に所管で注意を受けている。そのまま、忠政と共に上の国へ侵入し、 小室城の摂州や尾畑白国人州の人質の徴収に当たっている。これらの先行から武田氏滅亡後、信長から恩賞として、品濃川中島四軍と海津城二十万国を与えられた。また、長吉の丘陵である金山は、弟の整理に与えられている。天正十年四月、海津城に入り領内の統治に取り掛かった長吉であったが、 シナ国の政情は、未だ不安定であり、さらに、上杉氏の本領である、越後国と接する長吉の北シナ四軍は、上杉氏と結んだ旧武田家臣なども存在していた。そういった中で4月5日に、上杉影勝と結んだ旧武田家臣の芋川、近政が、地侍など8千人を率いて放棄。一期勢は、廃城となっていた大倉城を改修して本とし、本拠都市、 稲葉貞光の守る飯山城を包囲するという事件が起こるが長吉は一気勢を投で切りにしてわずか二日でこれを鎮圧し、島津忠直な,など他の反抗的な勢力も領内から追放し支配を確立する。残った信濃国衆も一応は真珠の姿勢を見せたが、領内の統治が容易ではないことを痛感した長吉は国衆の祭祀を海津城に住まわせることを義務付け、 また一気に参加したとみられる近隣の村の住民の一部も強制的に海図浄化に住まわせた。また、領内への金星発布、品野国州との会談や所領安堵の判断など政務を精力的にこなし、統治の確立に努めた。品野国の仕置きを済ませた長吉は、上杉影勝が柴田勝家に攻められている越中ウ津ー城の救援に向かったという知らせを受けて、 同年の5月23日に5000の兵を率いて、越後国への出兵を開始。越後国境付近の関川口の守りを突破し、芋川近政、安田坊らの守る田切城を落として、上杉領深くまで侵攻した。6月までに、春日山城からほど近い日本城を守る上城、影春を破り、同地に陣を張った。当時、春日山城の兵はほとんど右を津城の救援に、 向かっていた。手薄な春日山ヤに、長吉が肉薄すると、上杉影勝も、春日山ヤ防衛のために、宇オズ城の救援を諦めざるを得なかった。継承は5月27日天神山城の陣を、引き払い春日山ヤへと兵を返すこととなった。これによって、継承の援護を得られなかった、宇オズ城は、柴田軍の攻撃によって陥落し、上杉軍は、 越中国における重要な拠点を失う。しかし6月2日に本能寺の変で信長が撃たれると敵地深くに侵攻していた長吉は一転して窮地に立たされた。6月8日には日本儀の事務を払って越後国から撤退。軍儀を開いて信長の仇を討つことを決定した。しかし島の国衆にも信長志望の方が伝わっており。 長吉配下の品濃国衆たちは、伊豆浦正規を除いて、ほぼ全員が長吉を裏切り、森軍を殲滅するための一騎を先導していた。これに対し長吉はまず、海津城の人質を逃がさぬように言命し、入城後は直ちに人質を連れて南進した。長吉の家心、大塚自衛門が一騎と交渉したが、一騎衆は、森勢の前に立ち塞がったため、長吉は、 合戦を仕掛け勝利する。森軍は、松本に到着すると人質を残らず処刑し、木曽谷方面へと撤退した。唯一、撤退に協力した、伊豆浦正規世に長吉は深く感謝し脇差しを与えている。撤退途中に長吉は、木曽福島城の木曽吉政も暗殺を画策している、という密告を城下で商売をしていた金山の商人から受けた。長吉はあえて、 基礎福島城を迂回せず、まずは到着日を書いた書状を吉政に送るとわざとそれより1日、早い日取り、それも深夜遅くに城門を波状土で破壊して、基礎福島城に押し入るという策略を実行した。一気に乱入した家臣らは、吉政の息子の岩章丸の身柄を拘束し、暗殺の企みを封じた。翌日になり森軍は、 基礎福島城を後にしたが長吉は岩礁丸を拉致したまま解放せずそのまま帰路を無事に行くための人質として利用している。東見の入りした後も苗木、東山市の東山と忠などが暗殺を企てていたが、基礎家から手を出さぬようにと懇願されたことで結局は手出しはされず森軍は無事に丘陵の金山へとたどり着いた。なお、安全圏に達したと判断した長吉は金山に、 ほど近い大井塾で、ようやく岩章丸を解放している。天正10年6月24日に無事に給料への帰還を果たし、翌日には、岐阜城に赴き織田信を、信孝三宝士に挨拶し、長寿を述べたという。鏡現象らせりにより木としてつけていた部からと、合流し、給料に服した、長吉であったが、元より木の日高政 くくり雷強らが離反してその勢力は衰退しており、さらに小里光明、妻木頼忠、遠山智忠、斉斎藤と行らも、長吉の排斥を企むなど周囲は敵に囲まれた状態であった。そこで長吉は敵に一致団結される前に、格好撃破することを決め、7月2日未明に、日田忠政の米田城を攻めた。忠政は病を患っていたため、どうやに、 カジタシロの斎藤と修行を頼って落ち延びた。長吉は7月3日の牛が、ビトリデでの合戦を経て、堂々城後に入りカジタシロを攻めたが、これを落とすことはできずからす、峰城に帰還した。しかし同年中に、日田忠政の病は重くなりカジ田城で死去し、後継ぎは、家臣の会議でも決まらなかったため、日田家臣は離散し森家に属す者も多かった。長吉は、 元家臣である、大森城の奥村元宏と上江戸城の長谷川、五郎右衛門が新州から帰還しても、森家に挨拶も死者もよこさず、さらに日立田魂に内通したとして、大森城を重心の林ため正しに攻めさせ、さらに、上江戸城を攻めたため、奥村元宏は城を捨てて落ち延び、長谷川五郎右衛門は自害した。長吉は同月中に、今木下、下朝尾野原城、 三宅城を攻略し、根本城の若尾岩章、時鉱山城の平井光村、無機城の妻木頼忠は戦わず森家に基準したため、森家は東農において大きく勢力を伸ばした。さらに長い吉は、間を置かずに、幸田孫右衛門を対象として、東山友忠の本拠である内義城へと軍勢を派遣するが、道中で孫右衛門は、遠山軍の奇襲を受けて戦死したため、 内議上攻略は頓挫した。この失敗を受けて長吉はひとまず戦を止めくくり、大京とは牧師、東山友忠とは睨み合いを続けた。また外交面では変後すぐさま、橋場秀吉に接近し、東美濃の諸子から秀吉への取り次ぎの役目を申し付けられ、東国に不届き者がいれば成敗するようにという旨の書状が、 橋場秀吉、庭永秀、にわ恒がの連名で出され、反抗諸氏の領に攻め込む、大義名分を得ている。翌天正十一年の正月には縁を開いて、くくり雷鏡を金山城に呼び寄せて、柿山やまさのりによりあだうちさせ、同日夜間にくくり城を攻め立て落城させた。また、静ヶ岳の戦いに際して、柴田勝家と連携して、 織田信ぶ家臣の遠藤義孝、遠藤種本が兵を動かし須原城、ホラド城を攻略したという方が入ると、佐藤周方と連絡を取って、遠藤領に進行。立花山城にこもった、遠藤軍を攻め立て、遠藤聖左衛門、池戸与十郎、井上右衛門を撃つも、要害の立花山城は、容易には陥落せず、やむなく、 遠藤軍の補給路を断っての兵糧攻めへと切り替えた。蓄えの十分でない立花山次郎の兵糧はすぐに、月、身体極まった。遠藤軍は、内ちに覚悟で総攻撃に出ようとするが、佐藤周方から信鷹自陣の知らせを聞かされると、戦意を喪失し石上兵も、遠藤理右衛門の領重心を人質に差し出し降伏。長吉は清村で吉高。 種元両名と会談し、和睦を成立させ、幸福を呑んだ例として、倉月馬を両名に贈呈した。その後、兵を再編し、同年5月に自ら出馬し二度目の苗木城進行を開始。5月20日に陥落させ、東山友忠は城を脱出して、徳川家康を頼って落ち延び、城に残った遠山兵は城を枕にことごとく打ち死にした。 さらに、明治城の明治東山氏と、信鷹方の小里城主、小里光明を、美の国から追放し、東美の一の県城である、岩村城も、城主、段田魂が、本能寺の変で、信忠と共に討ち死にしていたため接収し、信鷹の重心であった、斎藤敏行も、梶田城を手放したため梶伝修を含めて、これを接収し、長吉は、丘陵復帰から十一ヶ月ほどで、 ミノにおける抵抗勢力を完全に駆逐し、東美濃全域並びに、中脳の一部にまで半島を拡大した。統一後は領内に多すぎる城の保全の煩雑さを考え、梶田城をはじめとするいくつかの城を廃城処分としている。また、この頃より、書状の上で、武蔵守を自称するようになっている。森長吉戦士の地とされる武蔵塚天章12年。 橋場秀吉と、織田信夫との間で、軍事的な緊張が、高まり戦が不可避となった際には、学府である、池田恒興と共に秀吉方についた。出陣にあたり、まずは、金山より南への船を通行止めとして、尾張への流通を断ち、関成政や遠藤義隆に参陣を呼びかけた。関、遠藤勢と合流した長吉は、尾張国へと進行するがすでに、池田軍は、 犬山城を攻略しており、長吉は功を挙げるべく、戦略的に意義のある小牧山の選挙を狙い軍を動かす。3月16日に、離島地宣に出陣を願い出て、許可を得ると同日夕方出陣し、夜半には小牧山城を四個の間に臨む羽黒に陣を張った。しかしながら、小牧山は15日に徳川軍の手に落ちており、 長吉出撃を各地に廃した忍びの連絡により、察知した家康は直ちに、堺中治、坂木原康政、大菅康田から5000人の兵を羽黒へ向けて派兵した。そして、17日早朝に森軍を捕捉した徳川軍は、羽黒の長吉へと奇襲をかけ先端を開く奇襲を受けた当初は、森軍も混乱したものの、長吉はこの時点では、 尾藤と共に立て直し戦型を維持したが、迂回していた、堺忠次が退路を塞ぐように後方に現れると、それに対象すべく一部の兵を交代、反転させて、迎撃を試みた。しかしながら、これを一部の兵が敗走と勘違いして混乱し始め、その隙を徳川軍に攻められ森軍は会えなく崩れ、隊列を外れた兵は、徳川軍に次々と撃たれた。 もはや、戦型の維持が不可能になった上に敵に包囲された、長吉は指揮の利く兵だけで強引に北側の包囲の一角を破り撤退に成功したが、退路の確保や追撃を振り切るための尻き戦で、野呂総長親子など三百人余りの兵を失う、停滞敗戦を喫した。後に貢着状態の戦況を打破すべく橋場秀次を総対象とした、三河国中入り部隊に、 第二陣の総大将として参加。この戦に際して長吉は、鎧の上に白装束を羽織った姿で出馬し、二体転の覚悟で臨んだ。徳川家康の本拠岡崎城を攻略するべく、出陣し、道中で、格乱のために、別道隊を派遣して、一式城や長久手城に放火して回った。その後、岐船より南下して、岩崎城の戦いで、池田軍に、 横合いから加勢し庭支柱を撃つと、手薄な北西部の箇所から岩崎城に乱入し、城内を守る加藤慶津にも撃ち取った。しかしながら、中入り部隊を叩くべく、家康も動いており、すでに総大将である秀次も徳川軍別動隊によって敗走させられ、その別動隊は、第三人の堀秀政らが破ったものの、 その間に家康の本体が二陣と三陣の間に割り込むように不尽しており池田隊と森隊は先行したまま取り残された形となっていた。もはや決戦は、不可避となり長吉は池田隊と合流して、徳川軍との決戦に及び、井い直政の軍と激突して奮戦するも、水野勝成の過心、水野太郎作記憶敗下の鉄砲足しがる。 杉山孫六の狙撃で未見を撃ち抜かれ即死した。戦死の地と伝わる場所には、武蔵塚が建てられている。去年二十七、森吉成と長吉の墓その後、死体を担ぎ上げて撤退しようとする。森軍の兵士に、大久保忠義配下の本田八蔵が追いすがり、森軍の兵を散らすがこの時、休止のため、徳川軍には、首取るに及ばずという指令が出ており、八蔵は、 は武者のごとく突出してきた長吉を対象首とは、思わずに花をそぐと脇差しを奪い取りその場を後に、してしまう。さらにその後に、別の武者がその死体に駆け寄り、首を取ると旗印を外して捨て、長吉の羽織っていた、白装束を脱がせ、それで首を包むと槍の先につけて、馬に乗り、武功を大声で誇りながらその場を立ち去ったが、実はこの武士は、徳川の兵ではなく、 森家の田中坊という故障であったという。このため、長吉の首は徳川軍には渡らず、金山に持ち帰られた。戦後、遺言状が鏡岩章、林通康、林た忠ら三人の家老によって、秀吉のもとに届けられた。遺言には名家を秀吉に譲る旨などが書かれていたが、戦中は、秀吉様の小川で奉公すべきや、 金山は誰か信頼できる武将に任せるようになど、裁量に困る意見も並んだが、結局のところ、秀吉も自分に味方した武将の領地を没収する。わけにはいかず遺言のこの一説だけは無視して、戦地用を後継ぎに指名し森家も金山にそのまま、とどめ置かれた。ありがとうございます。